おにしの怒り、相葉さなえ。おにしの怒り。藤岡の南西の山々の上にひときわ高くそびえる三籠山は、東三籠山、西三籠山が並び、日野と三波川と万波の境にあって、広く村々を見守っています。昔々、三籠山には二人の鬼が住んでいました。赤い色と青い色の体をした大きな大きな鬼でした。たくましく力持ちの赤鬼と、背高のっぽで遠くまで見渡せる青鬼の二人でした。鬼たちは普段は山の上でぐうたらしていますが、お腹がすくと村の家々を襲って食べ物を奪ったり、道行く人に乱暴したり、牛や馬をさらったり、暴れ放題です。村人たちは大慌て。鬼が来たぞ、わあ逃げろ。鬼が村に来ると、人々は家の中に逃げ込んで、戸を固く閉めて震えることしかできません。大切に育てた米や野菜や、野良仕事になくてはならない牛や馬も取られてしまいます。何より大きくて強そうな鬼たちが恐ろしくてたまりません。こんなところに住むのは嫌だと、遠くの土地へ引っ越していく村人も増えました。鬼たちの乱暴で村はだんだんと寂しくなってしまいました。そんな頃、弘法様という徳の高いお坊様が旅の途中に村にたどり着きました。ありがたいお坊様、どうか悪い鬼を懲らしめてくださいませ。怖い思いをしないで済む幸せな村に住みたいわ。弘法様は村人たちの必死の訴えを聞くと、錫杖を突き鳴らしながら三籠山へ登っていきました。山の上では涼しい風が吹いて、上州はもちろん武州の方までも遠く見晴らせます。これほど美しい土地に住む人々がこのような困難に見舞われるとは、かわいそうなことだな。弘法様は山のてっぺんまで登り、草の上に座ると声高らかに不動明王の御神言を唱え始めました。ノーマクサンマンダーバーサラダンセンダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラタカンマン。木陰に寝ていた鬼はびっくりして飛び起きましたが、御神言の力で目が回って思うように暴れられません。とうとうひっくり返ってしまいました。弘法様の御神言が体中を縛っているみたいで、辛くてたまりません。わあたまらん、降参降参。青鬼は真っ青になって震えながら逃げていきました。赤鬼は真っ赤になって怒りました。大きな鬼が怒って立ち上がると、片足が三籠山、もう片足が桜山にかかるほど巨大になりました。赤鬼はそばにあった大きな石を持ち上げて戦おうとしましたが、やっぱり弘法様の不思議な力にはたまらず、大石をビューンと放り投げると、
大慌てで逃げていきました。鬼が投げた石は弘法様の頭の上を飛び越して、はるかに東の空へ飛んでいきました。鬼が三籠山で足を踏ん張ったところを投げ石峠と言います。東三籠山と西三籠山の間にあります。桜山は鬼の足に踏まれててっぺんが少し平らになりました。鬼の投げた石は遠く遠くまで飛んで神奈川のほとりに落ちました。大きな石が空から落ちてきたので人々はびっくりして神様としてあがめ、石の上に神社を建てて祀りました。鬼が投げた石が落ちたところを鬼石と呼ぶようになりました。弘法様が鬼を退治した三籠山のてっぺんには不動明王が祀られるようになりました。時は下り、鬼石には鬼が投げた大石が沈まる鬼石神社があります。鎮守様として人々の憩いの場になっています。町の人々は鬼に親しみを感じるようになりました。鬼石は鬼にゆかりの町として現代まで栄えています。おしまい。